マイファミリー。本日はこちら、小春ちゃんは東堂樹の娘だった。鳴沢家の Wi-Fi にどうやって盗聴器を仕掛けたのか、美咲ちゃんは無事に脱出できるのか、友果ちゃん誘拐の時だけ遠足の質問があった理由、東堂亜希が出てこないのはなぜなのか、これについて考えてみたいと思います。まず最初は、小春ちゃんが東堂樹の娘だったことが確定しました。その理由はこの結婚写真です。この結婚写真に日付が入っています。2006年の12月12日、ドラマ内は現在2023年です。そこから2006を引くと17、つまりこの東堂樹の結婚式は17年前ということになります。となると美咲ちゃんと同じ年、15歳ということで、小春ちゃんこの結婚式の時点で生まれていません。となると小春ちゃんが東堂亜希の連れ子説消えました。そして阿久津の娘であるとか、吉野の娘であるとか、葛城の娘であるという線もこれで全て消えました。残ったのは東堂樹の娘、これで間違いなく小春ちゃんは東堂樹の娘ということで間違いないと思います。続いては、鳴沢家の Wi-Fi ルーターにどうやって盗聴器を仕掛けたのか。この Wi-Fi ルーターが映った時に濱田岳さんの名前が出るのは偶然でしょうか、それとも狙っているのでしょうか。ということで、 Wi-Fi ルーターにどうやって盗聴器を仕掛けたのか。普通に考えれば、この鳴沢家に侵入したり来た人物がこの Wi-Fi ルーターに盗聴器を仕掛けようとすると、盗聴器をこのルーターの中に入れなければなりません。となると一回分解して中に入れて元に戻すという作業が必要です。ちょっとこの現場で盗聴器を仕掛けるのは厳しいと思います。となると一番簡単なのは、盗聴器を仕掛けた Wi-Fi ルーターと鳴沢家にある Wi-Fi ルーターを交換するという方法です。おそらくそういった方法で盗聴器の入っているルーターを仕掛けたのではないかと思います。そしてあと気になるのは、この Wi-Fi ルーターが映った時に下に出る濱田岳さんの名前です。これは偶然なのでしょうか、それとも狙っているのでしょうか。本当にこのWi-Fi ルーターに盗聴器を仕掛けたのが東堂なのか、東堂だとすれば友果ちゃんが誘拐される前にすでにこの Wi-Fi ルーターに盗聴器を仕掛けていたことになります。となると、この鳴沢家に侵入して盗聴器を仕掛けたのか、それとも鈴間綾が業者にでもなりすまして鳴沢家を訪れ、その時に盗聴器のついているルーターとすり替えたのか、この盗聴器で友果ちゃんが一人になることを知ったのは間違いありません。続いては、美咲ちゃんは無事に脱出することができるのか。美咲ちゃんは監禁されている場所からボルダリングの技術を使って脱出しようとしています。しかしこの状況を前に見たことがあります。そうです、7年前、同じような状況で美咲ちゃんは人体を痛めて転落しました。その時の状況と全く同じです。果たして今回は落下せずにこのまま脱出できるのかというところですが、今回は無事に脱出してくれるのではないでしょうか。もしここから
落ちた場合、前はマットが敷いてあったので大丈夫ですが、ここで落ちてしまったらおそらく生死に関わるようなことになる可能性があります。それでハルトのなんでこうなるんだよにつながるのだけは避けてほしいと思います。ともかちゃんの誘拐の時だけ遠足の質問があった理由を考えてみたいと思います。小春ちゃん誘拐の時にこの遠足の質問がされました。そして東堂樹はそれに答えることができなかった。しかしともかちゃん、ゆずきちゃん、みさきちゃんとこの3つの誘拐の時遠足の質問がされたのは最初のともかちゃんの時だけでした。なぜともかちゃん誘拐の時だけ遠足の質問がされたのか、それはこういうことではないでしょうか。まず遠足の質問をしたのは小春ちゃんの誘拐犯と同一犯であると思わせるため。つまりともかちゃんの時だけ警察が介入していました。警察にこのともかちゃんの誘拐事件が小春ちゃん誘拐の犯人と同一犯だというふうに印象付けるために同じ質問をしたのではないかと思います。そしてゆずきちゃん、みさきちゃんの誘拐の時に警察は介入していません。つまり警察が介入していないので遠足の質問をする必要がなかったんだと思います。ともかちゃんの誘拐をした理由は小春ちゃんと同一犯だと警察に思わせるため。そしてそうすることで警察がまた小春ちゃんの事件を調べるという方向に持っていきたかったんだと思います。葛城補佐に同一犯ですという話をして、さらにこれで警察もまた動いてくれますよねと、葛城さんも諦めずに星を上げてくださいと、小春ちゃんの事件をもう一回捜査してくれというふうに持っていこうとしているのではないかと思われることを話しています。東堂亜希は7話終了時点でも回想シーンしか出てきていません。あとは東堂樹のデスクの上にある写真、結婚写真、その程度しか出てきていません。果たして東堂亜希は今どこにいるのでしょうか。ということで考えてみました。小春ちゃんの誘拐は本当に誘拐だったのか、現役警察官の娘を誘拐するというのはちょっと何かおかしな感じがします。お金目的でもない、警察官の娘を誘拐して警察に言うなというのもなんかちょっとおかしな感じがします。そこで考えました。鳴沢家も最初は仮面夫婦でした。三輪家は三輪葵が浮気をして離婚をしています。それでは東堂家はどうだったのでしょう。夫婦仲が良かったのか。東堂の話によると、当時家庭を顧みなかったと話していたので、おそらく東堂家も鳴沢家以上に仮面夫婦だったということが考えられます。となると東堂亜希、もしかすると東堂樹に離婚してほしいという話をしていたかもしれません。しかし東堂樹はそれを拒否した。どうしても東堂樹と一緒にいたくない亜希は失踪しようと考えた。しかし東堂樹は現役の警察官です。失踪したとしてもすぐに見つかってしまうのではないかと考えた。そこで相談したのが警察の人間です。相談したのは吉野捜査一課長ではないかと考えました。今回子供の話が出てきて、来年大学卒業という話をしていたので年齢は21歳になると思います。吉野捜査一課長の子供が男か女かは分かりませんが、もしボルダリングをしていたとしたら、そして時期が美咲ちゃんがボルダリングをしていた時期と重なっていたとしたら、
どうでしょう。吉野捜査一課長と美咲ちゃんが顔を合わせていた。だから吉野捜査一課長が謝罪に訪れた時、顔を見て、あの時の人だというのを思い出し、カルちゃんというフォルダーの中におそらく写真があったのではないでしょうか。それを確認しようとしたということなのではないかと思います。秋は吉野捜査一課長に相談をして、誘拐というような形で東堂樹から逃げるということをした可能性があるのではないかと思います。だから東堂樹が答えられない、小春ちゃんが小学校1年生の遠足に行った場所の質問をした、そしてすぐ取引を終了させた、すべては東堂樹から逃げて小春ちゃんと2人で静かに暮らすためです。そう、おそらく今小春ちゃんは東堂樹と暮らしています。そして思い出してください、報道協定、未だに報道協定が続いていると話していました。なぜ何年も経った今でも報道協定が続いているのか。それは小春ちゃんと秋が静かに暮らすため。つまり報道協定が続いている間はこの事件が外に出ることはありません。もし報道協定が破られてしまったら、小春ちゃんの顔も全国に分かってしまいます。そして母親が行方不明となれば、母親も探してくださいということで東堂樹の顔も知れ渡ってしまいます。そうならないためにずっと報道協定が続いているのではないかと考えました。となった場合、やはりその報道協定が破られないように見張っている、管理している人物が必要だと思います。それを管理しているのが吉野捜査一課長ではないかというふうに思います。というわけで、ともかちゃん、ゆずきちゃん、みさきちゃんの誘拐に東堂樹は一切関わっていない、無関係だというふうに考えます。そして前は東堂樹はもしかすると亡くなっているのではないかと思っていました。それは5話ぐらいまで全く回想シーン以外出てこなかったからです。しかしそうなると小春ちゃんもすでに亡くなっていることになってしまいます。見ず知らずの子供を何年も育てているとは考えづらいです。となるとやはり東堂樹と小春ちゃんがどこかで静かに暮らしていると考える方が納得できるというふうに思いました。東堂樹は生きています。そして小春ちゃんと静かに暮らしています。今回の誘拐事件には一切関わっていないというふうに最終的に考えました。